味の素と味の素グループ山木山木株式会社は愛媛県伊予島江港に本社を置く主に鰹節を中心とする調味料を扱う食品メーカーである。山木は個人商店時代からの野望であり削り節ではトップシェアを誇る。伊予市を代表する企業の一つとしてその名を知られる。原料の鰹節は枕崎、焼津、土佐清水などから買い付け。 全工程として独特のカビ漬けの技術を有している。キャッチコピーは長年にわたり自然の味を大切にします。が使われているが、小福亭鶴瓶がイメージキャラクターになった2011年4月以降は、いいだし、いい鰹節も併用して使われている。1917年、海産物問屋を営んでいた仙台、木戸豊吉が木戸商店として、 北山崎村で創業。削り木3台で削り節の製造を始めた。当初はバラ削りと呼ばれる小売店での量り売りを行っていたが、やがて小袋に詰めて販売するようになる。1921年に店舗を北山崎村から群中村部へ港に移転、工場を建設して削り木10台と付属機械を据えて創業を始めた。1930年に 予算船が群中まで伸びたのを契機に、それまでの船による輸送から鉄道による製品輸送へと転換するとともに、翌年には東京支店を開設するなど反応、拡大。1935年には工場を拡張した。太平洋戦争中に企業整備令により廃業したが、戦後1947年に個人商店として再開。 1950年に株式会社へと組織変更。1971年には現在の山木に社名変更する。以後、鰹節だけでなく、麺つゆ、料理つゆ、だしの素、煮干しなどの調味料、食品を次々と手掛けてきた。鰹節業界では、1973年の鰹パックのヒットにより、丸とも丸ルア人弁を抜いて、業界トップとなり、 以後その地位を守り続けている。2007年2月1日には、味の素と資本、業務提携契約を締結し、第三者割当増資の引き受けなどにより、当初一部上場の味の素株式会社の持ち分法適用会社となり、味の素の子会社、株式会社かつお技術研究所に20%出資する。2011年1月、群馬県水上町に、 約9万平方メートルの用地を取得し、麺つゆなど液体調味料を製造する新工場を建設。投資額は50億円。山木にとっては県外に構える初の実車工場となる。東京支社営業本部が入るビル。同じ吉に本社を置き、東隣に本社兼工場があるライバル企業、マルトモがチルート製品なども扱っているのに対して、 同社はどちらかというと、乾物と麺つゆ中心である、現在過去、ありがとうございます。